今日は4月14日日曜日、天橋立の家に着きました。はい、天橋立の家に着きました。Today is 14th February and temperature here is 26 degree. Really hot here. And time is 11:50. I left home at 8:30. So it took more than 3 hours because I drove here just a regular road, not highway. So I decided to take highway from now. Will be noon soon, so I'm going to have lunch now, then going to work. 今日はハムサンドイッチと焼き芋を作ってきました。これはちょっと分厚いハムです。それにオニオン、玉ねぎを挟んでいます。それにチーズといつものマヨネーズと粒胡椒です。5枚切りのパンをスライスして、作りました。4つ作って、1つ朝ごはんに食べました。3つ、それからこれは5枚切りのパン1枚半です。なら、いただきます。このハムは、そうですね、大体3ミリぐらいの厚さです。与謝野町の12時のミュージックです。どなたかこのミュージックの題名をご存知なら教えてください。今このサンドイッチを食べております。鉄くず屋さんはまだ来てないですね。そのままの状態です。ここに水を置いてます。これで手を洗ったりします。ここがそのキッチンです。だいぶ整理してます。で、今日はこのガス器具をこのガス器具を前に出したいと思います。そのためにはこのガスの配管を外さないとダメです。それでこういう工具を持ってきました。箇所はここをこの前外したら映ってるかな。こ
こうあったのをこっから取れてしまったから、これを外してここへつけないとガス漏れします。テープを探してきます。テフロンテープないです。もうこのまま閉めとこう。ちょっと掃除して、掃除せん方がいいですね。掃除せん方がいい。取っちゃったかな。はい、これであと工具を持ち帰ります。これも外しておきます。ついでにこのフレーキも外しておきます。アグリやから。ここに配管があります。これを外さないとこれが外れません。向こうに元栓があるから、あっち、ここに元栓があるからここ外します。ここ外そう思ったけど、これは元栓とちゃいます。これをここのところで外します。
たら鉄くず屋さんが持って行ってくれます。あのあれはどこにつながってんのかなと思ったらここです。ここでガスにつながっています。これを外して引っ張り出します。こういうところは持っていけるか。ここでこう出すのしんどいから、お手作りやさせて。ではこの今度この棚を外します。あれを外します。ゴルゴを持ってきたときにやっとかないと。こんなものも外します。それは考えてみたらやな。レストランがこんだけね、油でコテコテになるんやから、人間の、その体の中というか血管がコレステロールでコテコテになるのは当たり前のこっちゃよ。次はこのこれも取ります。このフレーキも取る、取っとくか。このフレーキも。この辺も取っとこうか。この辺を動かす。
はい、あとはこれはもうこのまま、あ、これいらんな、これか片付けよう。さに比べたら 0.0000001% みたいな話、ね、やってる場合はないねんけど気になる、こんなの気になんねん。ドリルはどこや、ドリルねえ、このテレビのこれをチューナーを置くやつかな、そうでもないかけるようにはなってない。ビニールで巻いといてくれたから、チューナーも綺麗。すごい、まっさら。発光す。発光すのテレビのチューナーがまっさら。グッと。うん。サランラップで、ここって。この辺の整理をしていきたいと思います。この線は、この線はどっから来てる、この上やら、こんなの取ってもたら どないなるか、ずっと来て、ずっと来て、ずっと来て、ね、こんなとこに来て、こんなとこに来て、この家に入ってる。これや、あ、電話や、電話の線や、あ、もうこれ電話いらんわ、ね、電話いりません。はい、ゴミ、
外す。ドアを外す。はい、解決。ここもこんな感じでいっぱいまだ物があります。これもみんな片付けないとね。まずこのアグリな釘を外します。はい、もっとここは入りません。この線がなくなってすっきりした。これも鉄くず屋さんに渡します。あんなとこにあえて線が垂れてるのはちょっと気持ち悪い。くるくるしておきます。この鉄くず屋さん、今横綱ラーメンに着きました。で、3人でご飯を食べます。まゆみちゃんがこのこれ、ね、豚バラ丼、はい、うまし棒豚バラ丼、これを注文しました。420円です、ね。はい、ジャーミーと僕はこれを注文しました。チャーマヨ丼、チャーマヨ丼、これは250円です。こう両方まず、はい、この420円と250円の差はこんな感じです。はい。
はい、どうぞ。でここはあのネギ食べ放題やから、どんどんネギをまぶして食べてください。はい、いただきます。パパジーンズタイニーハウススターティング。Today is 15th April. I arrived at tiny house construction site, and the time is 11:20, and the temperature is 23 degree. So it's very warm. And probably I start early lunch, then going to work later. ランチにします。最近ちょっと食べ過ぎの感じがしてきましたので、今日はおむすびだけにしときます。1個だけにしときます。$2.50, $248です。で、焼き芋、昨日食べなかった、1個しか食べなかったので、これを食べます。いただきます。あとは、もらったお菓子を持ってきました。で、リンゴとみかんと、栗の入ったあんこ。ちょっと風が強いです。暖かいけども風が強いです。それでは作業を開始したいと思います。昨日このプライウッド天の橋立てから回収してきました。あとこの2枚のプライウッド、これを足場の補強材に使いたいと思います。まずこのプライウッドを上に上げます。紐で吊るして上に上げます。階段へとはしご上がっております。カメラをここに置いて、で自分が上がります。ここへカメラを据え付けて、
命綱だ。はい、こんな感じです。このプライウッドを貼る前にここのトリムをインストールしていきたいと思います。でトリムインストールしたらちょっとこの端もなんかの撮影になるかと思います。いや撮影にしたらいかのかな、あれサイリング貼っていくから。トリムを切ってきました。それをここにインストールするために下をまず支えを作って、はめ込んでからインストールします。こんなじっと持ってたりできないので、ちっちゃいこれで棚を作ります。今日やったことはまずこのこの板を貼りました。その後これを貼りました。このトリムを貼りました。それからこの窓枠をつけました。以上ですね。もうこれで一日使いました。明日は残りの部分やっておきます。
またこの出っ張ったこの木をカットするのがしんどいです。あっちとこっちと。今はこうちょっとこう手を持つのに重宝してますが、これは邪魔になるので切ります。それでこうここへ鳥もつけます。向こうも鳥もつけます。でこのイーバをつけます。明日まあ晴れてたら来ます。雨やったらお休みします。以上です。5時半になりましたので、片付けて帰ります。今日やったのはこのカンティレバースキャフォールドを作りました。まだこのスキャフォールドも完成ではありません。こう手すりをまたつけます。やっぱり手すりがなかったら怖い、恐怖を感じるからです。こっちのこれ落としてた。はい、こんな感じです。でこのトリムもインストールしました。はい、窓枠もインストールしました。あとはこのイーバーをインストールして、この横のトリムもインストールします。まだまだ屋根作業には入れません。下準備があります。